どうも気まぐれ BMSG ニュースの時間でございます。今日もですね、私の気になる BMSG ニュースを取り上げていきたいんですが、昨日ですね、音楽ナタリーの方でですね、マーゼルのインタビューが掲載されております。これ私何が気になっているかと言いますとですね、めちゃくちゃ写真がいいんですよ。めちゃくちゃみんなのいい感じが出てるんですね。情報カードも入れて、URL も概要欄貼っておきますので、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、インタビューの内容もですね、ナタリーさんのこの冒頭の文をね、引用させていただきますが、実力面は一生納得がいかない、淡いだろうなと望むけど、いろいろこうそういう内容が含まれたインタビューで、内容も、まあ、マーゼル特有のいい雰囲気が出てる内容でして、しかしながらマジで写真がめっちゃいいんですよ。ぜひね、概要欄から飛んでいただいてね、見ていただきたい。まあもうみんな見てると思うけどね、めちゃくちゃいいのよ。まあとにかくでね、年末が近づいてきているということで、 BE:FIRST テレビ出演の方がね、続々と決まっておりますね。全部は網羅してないので、ちょっとこう多分伝えきれないんですが、テレ東60歳 M フェスに出ますし、11月16日木曜日からはベストヒット歌謡祭ですね、日本テレビ系列ですね。こちらスカイハイさんも出ますね。でね、ベストヒット歌謡祭マーゼルも出ますね。ちょっとね、2日ほど前のニュースになるんですが、 BE:FIRST NHK 国際放送の音楽番組放送へと、いうことで、音楽番組 NHK ワールドジャパンミュージックフェスティバル2023が NHK ワールドジャパンと総合テレビで放送されると、村上くん、関ジャニの村上くん、ホラン千秋さんがホストで、 NHK ホールに日本代表する18組のアーティストが集結し、話題曲や最新曲を披露する模様ということですね。これも楽しみ。放送日は11月9日と11月26日の2週、総合テレビが年明け1月3日となるということですね。これもめっちゃ楽しみですね。いやー、なんでちょっといろいろこう年末にかけてこう楽しみが増えてきていると思います。で、僕今までこう記事とかはこうあんまりこう、まあ、見てもこうあんまりこの YouTube で話してこなかったので、ちょっとね、おすすめの記事とかあったら教えてもらって、その中で僕が読めるものは読んで、こううっと思ったらこう伝えていきたいなと思っております。はい、今日もBMSG ニュースは基本短い尺ですが、こう僕が気になるニュースとちょっとしょぼっとおじちゃんがこう皆さんと共有したいなと、皆さんも先知ってるかもしれないけど、していきたいなという自己満気まぐれ BMS ニュースですが、また会いましょう。